ムツゴロウさんはね、ムツゴロウさんは、ほら、普通ワンちゃんとか飼ってる人が、まあ、自分の飼い犬にちょっと噛まれたら、あいててててて、これやろうとかなるじゃないですか。そのぐらいの愛情なんですよ。言ってみればね。でもムツゴロウさんは、ライオンの口の中にこうやって、うーどうぞ食べちゃう食べちゃうみたいな感じで、自ら頭を入れたり手を入れたりとかしてね。食われちゃっても、ああ、もういいんだいいんだよみたいなね。本当の動物好きというかね。ちょっと行き過ぎてますね、あれはね。 毒を食らえば皿まで食らえみたいなことわざありますけども食らいたくないな、うん、ほどほどにいきましょうほどほどにいっらっしゃい。